まさか生き残ったのか。ああ、よかったよ。そうか、倒したか、上弦を。よくやった天元、炭治郎、根津子、善逸、伊之助。加賀屋さん、100年もの間変わらなかった状況が今変わった。ここに呼ばれたということは、上弦が鬼狩りにやられた。